はい、どうもこっちはたかしです。はい、今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はやってまいりました、たかしずワンピースニュース。今週もニュースと考察感想をお届けします。行きましょう。はい、ちょっとまあちょっとまあ夜なんでちょっと静かめですけれども、まず今週僕が気になったニュースこちらでございます。バン、はい、もう来ますよ、東京ワンピースタワーもうやべ、やばくない？今週の金曜でしょ、もうやば、明日か、この動画が多分木曜なので、多分明日ですね、これ公開してる。やべ。で、なんかコンセプトはとんがり島らしいね。とんがり島だって、東京タワーだからとんがってるからとんがり島ってことでしょ。で、なんかオープンの前日、多分この動画が上がる今日かな、3月12日はなんか東京タワーをジャックするらしいんだよ。6時15分かららしいんだけど、多分この動画が上がってすぐかな。で、僕全然だから神奈川だから見に行けないから、ちょっともしなんかそれ見た人いたら教えてください。で、また東京ワンピースタワー関係なんですけど、お土産がなんか300種類以上あるらしいよ。今一応ホームページで公開になってるのが、なんか新しくなんかイニシャルキーホルダーみたいなの追加されてるけど、まあ、多分それ以外にもいっぱいあるだろうね。もう本当に早く行きたい。はい、続いて海賊無双3でございますよ。で、パンクワザードでシーザーとベルゴが出るらしい。で、なんかホームページ見たんだけど、てかめちゃくちゃいろんなキャラ使えるんだね、これ。欲しい。はい、で、新しいスマホのゲームが出るらしいですよ、また。その名も、ラン・チョッパー・ランらしい。要は、チョッパーを走らせんのかな。なんか一応今週のジャンプにその画像が今載ってるんだけど、なんかジャンプしてって多分その距離を測るのかな。でも基本的には無料で、まあ一部アイテム課金制と。で、2015年に配信予定だから、まあちょっと年内いつになるのかわかんないみたいなんだけど。で、またバンナムさんですよ。バンナムさん渡す。また多分配信始まったら僕ちょっと何本か動画上げるかもしれないです。で、一応事前登録は今もう始まってるらしく、一応その URL この動画の概要に貼っておくので、まあぜひちょっと気になる方は見てみてくださいよ。はい、そうしましたらここからネタバレがございますので、コミック派、アニメ派の方、ぜひぜひ内容をお気をつけください。はい、それでは今週のジャンプですね、2015年の15号です。もう表紙がね、もう激アツ。東京ワンピースタワーのあれモチーフにしたやつですね。じゃあ早速内容いきましょうか。いや、もうね、まず見開きでテンション上がったよね。みんなピザ食ってる中でなんかチラシを見てんの、その多分東京ワンピースタワーみたいな感じの東京タワーが書いてあるチラシをみんなで見てんの、ムゲラの一味が。もうこれ、超いい、もうこれ行きたくなりすぎでしょ。行きたい、もう今日行きたい、今から行きたいです。はい、で、まあ今回はね、今の見開きのあれがあったから扉絵シリーズないんですけど、まあ今回のタイトル779話、最後の原価やばくないこれ。はい、まず1ページ目、やっぱゾロ、ミホークとなんかあったんだ、そういうので、このなんかちょっとさ、ゾロがさ、刃こぼれなしみたいにやってんの、俺すげえなんかいいって思ったんだけど。刃こぼれすら己の恥と思え、全ての統計は極東になりうる。いやー、なんかそういう修行があったんだなっていうのがちょっとさ、なかったじゃん今まで、この修行の何ページがさ、だそれをちょっと見れてなんか嬉しかったね。で、まあ2ページ目から、まあおのおのの状況って感じでしたけどね。まあで、フジトラもやっぱちょっと頑張って市民を守ってるっていう、めっちゃいい人で、そしてこの左の3ページのバルトロメオ。ウィー。いや、確かにまあ先週のゾロ見たらなったけどな俺も。で、スマイル工場をぶっ壊して、で、キロスとレオが合流したと。まあ、ここのさ、レオのさ、天然が受けたんだけど、なんて凛々しいお姿、銅像にそっくりです。逆だが。ここは笑わせてもらいましたね。で、気になったのが3ページ目で、工場を壊してボッカーンってやってるとこの下で、トレーボルが、ぬかを喜んでいろ、こっちにはマンシェリーがいるのだって言ってるけど、このマンシェリーがレオたちに助けられたこと、キャブ気づいてないってことなのかな。それとももう、何、レオたちに救われてるのも知ってて、まだなんか秘策があるのかな。ちょっとそれ、ちょっとまあ深読みかもしれないけど、それがあったとしたらめちゃくちゃ怖いと思って。で、あとマンシェリーの能力がまた一個分かったね。君がマンシェリー姫だなってキュロスが言ってて、能力の話はよく聞いていたが、制限があるはず。私には使わないでくれ。要は治癒中の身にも制限があるんだ。まあ、じゃなきゃ最強だもんね。で、キュロスが、二人が頼みの綱だ、みたいに言って、王宮の最上階で、みたいになったところのコアラ。ちょっとまずいことが起きそうなの、サボ君来れない、今どこっていうとこ、これちょっと気づいたんだけど、でんでん虫、これドラゴンのマークだよね。これ気づいた時ちょっとなんかおおってなったんだけど、でんでん虫のこのマークってさ、ドラゴンのここに書いてあるさ模様と一緒だよね。よく見たらその左のページで持ってるサボのでんでん虫にも同じ、ま、模様。いや、これちょっとねテンション上がった。うわ、ドラゴンの仕様なんだ、おおってなった。
で、このまずいことっていうのが何なんだろうって思って、まあこのサボが言ってるぐらいじゃん、お前一人でなんとかならねえことなんてそうそうないだろうって言ってるぐらいだから、相当コアラはやっぱその一人でも大丈夫なキャラなんだけど、それでもダメって言ってるぐらいだから、なんかを見つけたんだろうね、だから王宮の中で。で俺だドフラミンゴのことだから、なんかこの辺までももう全部想定してあって、なんか王宮の中でなんか仕組んでるとか、多分もう一個上なもの絶対持ってると思うんだよね。で多分それにコアラが気づいて、じゃサボも来てくれって言ったような感じな気がする。でルフィ君に被害が及ぶかもって言った瞬間のサボ、すぐ行く弟大好きめっちゃいい兄でその後ゾロとウソップが合流して、でゾローって言ってゾロとのアッパレでござったみたいな話になった後のゾロで、結構さそのゾロさ思ったんだけど、先週やっぱり三千世界は奥義だからか息結構切れてんだよね。意外と余裕でぶった切った感あったけど、結構ハーハー言ってるから、やっぱ奥義使うともうこんだけ汗もかくし、結構息も上がるんじゃないかなと思った。まあ、それかあの空の飛びすぎでキラーボーリングでビュービュってなりすぎて疲れちゃったパターンいやそれはないでしょ。でこの後だよ、もう多分ね、まあ多分まあ俺だけじゃない、多分みんなも思ったと思うけど、いやもうドフラミンゴ許せねえ。いや本当にねベラミーマジ、ほんいや本当ベラミー、ちょっとね俺泣きそうになったもんだって。これだドラミンゴはベラミーがこうするしかないってことも分かってて、でそれをわざわざ麦わらにかませれば麦わらにも多少ダメージを与えられるし、ルフィのその心境もかきむしれるじゃん、もう壊せるじゃん。だからこそあえて自由にして二人きりにさせて、もうこういうことをさせるってもうほんと許せねえドラミンゴマジで。嘘つけ、こうするしかねえんだろ、男だもんな。もうそうなんだ、男なんだよ。その男を踏みにじるドフラミンゴがもうやばくない？その男だもんなって言った後のベラミーのセリフ、あの心境ね、いや本望さ、もう一人だけ俺が憧れた男に引導を渡されるんならって言ってる、この引導を渡されるって意味がちょっと俺よく分かんなくて調べたら、なんかその時代劇とかでよくそのめっちゃ強い人の側近みたいなのがなんか敵に対して なんとかさん、あいつに引導を渡してやってくださいみたい なんか要はあいつの息の根を止めてやってくださいみたいな言い方を時代劇とか昔のドラマとかで使ってたらしいのよ。だ要はもう一人だけ俺が憧れた男にまあとどめを刺されるんならみたいな、本望さって言ってんの。この全てを分かった上で、その全てこうなるって分かった上で、でもそれでも本望だと言い切るベラミーの信念、いやだからこそ海賊ベラミーなんだよね。前の769話の海賊ベラミーっていうそのタイトルと今回リンクしてて、いやそれでも本望って言えるベラミーがもうちょっとねくすでからのこのセリフやばいよね。やばいろ臆病者、お前がもしパンツの打ち方を知ってんならなありがとうよ、友達と呼んでくれて。ドゥルルン、あわよ、麦わら、ドン、きつい。いや、これちょっとなんかね、なんつうの、ウソップとルフィが、決闘したじゃん。ウォーターセブンのとこで。なんか、その時と同じ感じっていうか、なんか、友達同士が、こうなるっていう。ありがとうよ、間抜けには間抜けなりの、貫くべき筋ってもんがあんだよ。ベラミー。もうほんとこのルフィと一緒だよね。もうこの読んだ瞬間ドラミンゴーってで昔ルフィがベラミーにこのドーンと同じことやったじゃん。で同じことやった時は右手だったのよ。でも今回左手でかつギアセカンドやって、かつ武装色の覇気をやってるのよ。で今回ギアセカンドも武装色の覇気も使わずにやったら、要はベラミーの覚悟を踏みにじることになるじゃん。だからルフィはやっぱりギアセカンドもやって、武装色の覇気もやって、いやもう本気の一発を、その覚悟をベラミーの覚悟を無駄にしないために本気で打ち込む。そのルフィもやっぱ男なんで、その器があるんだよ。もうだからもうワンピース大好き。何やったらみんなもそうでしょ。やばいよな。なルフィは最後にベラミーを海賊として、そして男として、そして友として、で引導を渡してあげたんだ。要はとどめを刺してあげた。このもうほんとそういうことやらせるドフラミンゴマジうるさない。だって憧れた男にさ、自分の生き方も笑われてんだよ。で駒として使われて、で間抜けと思わされて、挙句の果てに友達にとどめを刺される。そんな屈辱というかさ、あるかっていう話や。それをこんなニヤニヤしてフフフとか言ってやってるのか、もううわーねえで最後だよドフラミンゴ。さっさと上がってくるがいい。驚くだろうな、ロー。あいつがお前の死体を見ちまったら。でも確かに前に、やられたじゃん。腕切られて、右だっけ？
いや確かにあんな状態だったら死んじゃうよね普通はね。どういう状況になってるかだよね。ただあのトレーボルがくっついてたじゃん前、なんかラジオナイフみたいなのでさ、あれ体が元に戻らないみたいになったけど、今回のページで出てきてて、で普通にもうへっちゃらだったから、多分もうローは確実に戦えない状況にあるんだろうね。2人とも傷ついてないから、何もへっちゃらだから。だからローがどういう状況かだよね。まあ本当にドフラミンゴがもう用意周到だとしたら、もうまた銃撃ってる。いやもうそれ残酷すぎだな。もうでそこでまあ今後の予想というかちょっと展開の思ったのが、要はもうドフラミンゴトレーブル VS ルフィになっちゃうんだけど、そこにやっぱサボが来るんでしょう多分。やばいだよね多分。いやそれはそれでやばいな。でかローだ、えローどうなってんの。俺は本当に一個思うのは、絶対ベラミーはもう死なないんだよ。これはベラミーも多分ローも死なないと思う。でマンシリが直してくれる。でベラミーを直してでありがとうよみたいな感じでルフィとこうやるのが満たすぎて、満たすぎて泣きそう。まああくまでちょっとまあ願望でしかないけど。でそして来週救済。無理だよ、どうすりゃいいんだよベラミー、どうすりゃいいの。きついね、一週救済でこんだけきついってことはなかなかないよね。ねえこの毎週の月曜日の楽しみが来週ないって思うと結構ね、まあまあまあしょうがないですね。はい、そんな感じでございました。今日も動画見ていただきありがとうございました。もうまた今週もベラベラベラ喋ってしまいましたけども、みんな見てくれてありがとう本当に。はい、またいろんな動画上げていくのでまた見てくださいよ。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう、バイバーイ。ワンピースタワー行きたすぎてもうこうなります。バイバイ。